伊豆江犬、から頃も、もう姿の道子道子は、日本の、第125代天皇、秋人の皇后、上皇后。皇族。お印は白樺。継承は陛下。君党は、国党。旧名は、正田道子。明治時代以降初めての民間出身の皇后並びに皇族。現皇室天板下で立皇した初めての皇后でも、ある。 2019年の秋人の退位に伴い、新たに設けられた未来である上、皇后となった。現在の住居は、東京都港区にある、仙洞仮御所。1940年頃の正田道子1934年10月20日、日清製粉グループ会長の正田秀三郎を、正田文に富子と改名した夫妻の長女として、東京府東京市本郷区の、 東京帝国大学医学部附属病院で誕生。大和里幼稚園、双葉学園双葉小学校附属幼稚園を経て、1941年に、双葉学園双葉小学校に入学。1944年、疎開のため、神奈川県藤沢市の乃木高等女学校附属、小学校、群馬県の立林南国民学校、1945年5月には、 長野県の軽井沢第一国民学校と転校を繰り返し、軽井沢にて終戦を迎えた。双葉学園を受験する際、本郷区大和里の田原幸太郎急遽に一時在住したこともある。小学生時代の性格は、担任の階層では、真面目な女子児童、活発で、勝ち気だった、神経質な性格だったとされていて、スポーツが得意な女子だった。また、 ピアノ、絵画、料理、行動も習っていた。1947年3月、双葉学園双葉小学校を卒業するが、当時は品川区五反田に在住しており、通学に不便なことから、精神女子学院中等科へ入学する。1953年3月、精神女子学院高等科を卒業。中高時代も成績はトップクラスで、当時の愛称は、 米国の子役であったシャーリー・テンプルのような天然パーマだったことからテンプルちゃんやミッチー・ミチと呼ばれていた。1957年製新女子大学文学部、外国語外国文学科を主席で卒業。在学中に中学、高校の英語教員免許を取得。在学中はクラスの副市委員長、プレジデントとしても活動していた。卒業式では、 壮大として、当時を読んだ。自身は、大学院進学も希望していたが、両親の意向もあり、家庭に入る。クラブ活動では、合唱部、英語劇、クラブテニス部に所属していた。テニスでは在学中に、新進トーナメントに優勝して、関東学生ランキングの第4位にランクインした。 昭和29年度の成人の引年の読売新聞社主催の感想文では2位に入選した。大学の卒業論文はゴーズワージーのフォーサイトクロニエル。大学卒業後にフランス語の習得をしながら19世紀の児童文学の研究を続けていた。同年8月、長野県の軽井沢会テニスコートで開催されたテニスのトーナメント大会にて当時交代史だった。 秋人新王と出会う。テニスコートの誓いにちなんだテニスコートの出会いとして知られ、その後もテニスを通して交際を深めたと言われる。秋人新王は、正田道子の写真を女友達と題して、宮内庁職員の文化祭に出品したが、交代子費には、旧皇族、家族から選ばれるのが当然と考えられていた時代であり、誰も彼女を、 お非候補とは思わなかったようである。1958年、ベルギーにて開催された、精神世界同窓会第1回世界会議の日本代表として出席し、欧米各国に訪問旅行する。1958年7月24日、日本新聞協会加盟の新聞、通信、放送各社は、交代子妃の選考について、正式発表まで、 自発的報道感染を決定した。週刊女性11月23日号は、翔田道子内定を報道し、問題となった。同年11月27日、皇太子、秋人新王と翔田道子の結婚が、皇室会議において、満場一致で可決された。同日、両親の翔田秀三郎と、 富子夫人との記者会見にて、記者から、秋人新王の魅力について問われ、とてもご誠実で、ご立派で、心からご信頼申し上げ、ご尊敬申し上げていかれる方だというところに魅力を感じいたしましたと回答。これは、当時の流行語にもなった。また、第一印象について、ご清潔な方とした。皇太子、秋人新王と、翔太道子の巨大な写真が、 デパートに飾られる、みちこ様塗り絵が発売されるなどのミッチーブームが起こる。1955年頃のくれたけりょう。皇太子妃は、皇族家ご設家といった、特定の旧家族に属する女性から選ばれるということが、習わしとされており、平民から日を迎えるということが考えられなかった時代で、1958年の正田みちこの結婚は、旧皇族。 旧家族らに強く反対された。旧皇族国の宮家出身で習都目ともなる皇后、良子は夏に、静岡県の御殿場に、高松の宮妃、秩父の宮妃、松平信子らを招き、東宮様のご縁談について平民からとは怪しからん、と当時の自重と数時間懇談し、日の変更を訴えたとされる。しかし11月の皇室会議では、 もう反対をした一人であった、秩父の宮秘節子も賛成し、全員一致で可決した。旧皇族の梨本逸子は、秋人新郎と、正田道子の婚約発表が行われた同年11月27日付の日記に、朝から良い晴れにて、暖かし、もうもう朝からご婚約発表で埋め尽くし、憤慨したり、情けなく思ったり、いろいろ。 日本ももうダメだと考えたと記している。ただ、この結婚に理解を示した義理の名の配偶者である昭和天皇の意向もあり、いつ子は以後は表だって批判することはなくなった。お印に選ばれた白樺1959年、朝剣の儀に臨んだ昭和天皇、皇順皇后、皇太子役人臣の同妃道子1960年9月。 国立西洋美術館、見学1979年10月、法ン寺に、ベアトリクス女王夫妻と1987年10月、法米寺に、ロナルド・レーガン大統領夫妻と1959年4月10日、皇太子、秋人新郎と結婚する。同日の聖ンパレードには、沿道に53万人もの市民が集まった。 演尾服の胸元には大勲喫下大受賞。シルクハットを右手に晴れ晴れとしたお顔の皇太子殿下。ダイヤを散りばめた宝冠ティアラー。白いローブデコルテの上には金紙を縫い取りました。ショール、意識も気高いプリンセス、道子妃殿下。白地に花模様のお馬車のシートにむつまじく寄り添われた。この一組の明日の日本の象徴は、 宝粛の人並みの嵐のような看護ににこやかに応えて、おられますとは NHK による実況放送の一部である。また、パレードの際には、傍観が馬車を襲撃して取り押さえられる事件が起こった。お印ししは、夫妻の出会いの場だった軽井沢にちなんで、白樺とした。晴れがましい聖婚パレード、民間での祝福ムードとは、対照的に、帰戦結婚であることや線に漏れた。 他の候補者に、北、白川恵子など、元皇族の霊場がいたことなどの理由から、一部の皇族、女官に受け入れられず、元皇族、元家族の夫人らからも様々な非難を受けたとされる。道子妃は1969年に、昭和天皇の自重慰霊小生に対し、平民出身として、以外に自分に何かを気に入らないことがあるのかと、尋ねたという。一方、 元内親王であり、道子妃の義理の姉にあたる東、国重子より、自宅のホームパーティーに、招待されるなど、好意的な旧皇族も存在した。1960年2月23日に第一子、第一男子広宮なる人親王が誕生した。出産後、昭和天皇、皇順皇后より、ご苦労様でした。しっかり、西洋するようにと、 ねぎらいの言葉をかけられた。また、後の、第126代天皇となる、広宮なる人の命名は、祖父、昭和天皇が言った。神皇の存在は、道子妃の心の支えとなった。道子妃は、当時、側近である、黒木重達東宮寺中に、どのような時でも、皇太子としての義務は、最優先であり、支持はそれに次ぐものとの言葉を語っている。 同年9月22日から10月7日、幕末より数えての日米修航100周年を記念し、アメリカ合衆国連邦政府より招待され訪米。ホワイトハウスにも招待され、ドワイト・アイゼンハワー大統領夫妻と会談した。この折、ヒロノミヤは出生後7ヶ月となっていたが伴わず、側近に、しつけの方針を示したメモ、通称、 なるちゃん憲法を与えて養育を委ねる。1963年に前後し、週刊誌を中心に、虚偽、報道協定違反の報道が相次いだ。1963年3月4日に第二司会人が報じられたが、同年3月10日の高順皇后の官暦祝いを欠席し、同11日に小山いと子が、道子妃の追い立ちを書いた雑誌。 平凡連載の小説、みちこさまの連載と単行本発行中止を、宮内庁が平凡出版に申し入れ、連載は中止された。直後の3月22日に、宮内庁病院に緊急入院、法上期待と診断され、翌23日の午後に、流産の処置手術が行われた。全国資格誌は、みちこの不調を、週刊誌報道や小説問題と関連付け、 平凡他雑誌をバッシングしたが、北条期待が、ストレスで起こることはなく、小説の内容は、東宮御所筋から得ていたと、小山は証言しており、対立する、宮内庁側からの圧力とされる。この時、流山の剣を、ある宮日に攻められることがあったため、その後も、心身の疲労から体調が回復せず、同年4月より、葉山御用邸にて、 約3ヶ月間一人で静養する事態となった。7月8日から皇太子、皇孫広宮と共に軽井沢で過ごした後、9月1日に帰京し、9月13日の第18回国民体育大会から段階的に公務に復帰した。1961年夏頃、キリスト教に浸水していることに昭和天皇が激怒し、道子妃が 絨毯の上にひれ伏して謝ったが、天皇のお怒りは、容易に静まらなかったと、文芸春秋が報じた。1964年皇太子、秋人親王と共に東京パラリンピックにて1965年11月30日、第二子、第二男子、綾宮文人親王誕生。1969年4月18日、皇太子、秋仁親王との大密後。 第一女子、のりのみやきよ内心のお誕生。苦労の多い道子妃にとって、唯一の娘であるの宮のの存在は大きな心の支えとなったとされる。1977年から10年間は、毎年二人で、両母、私籍訪問を含む、小旅行を行っていた。これら子女の出産にあたり、皇室の監修である、宮中御三殿での出産や、乳母制度、 不育館制度を廃止した。1984年、銀婚式となる、結婚25周年の会見で、夫婦として、お互いに何点をつけるかとの問いに対し、皇太子が、点数をつけることはできないが、努力賞ということでと答えたのを聞いて、道子妃は、私も差し上げるのなら、お点ではなく、感謝状をと答え、同席していた記者たちからも、簡単の声が上がった。 1986年3月、子宮禁止の手術を受ける。このため、同時期に予定されていた法米は、翌年に延期、法官は、中止になった。手術の際も夫、皇太子の公務の妨げとなることを好まず、中止の判断は極限まで下されなかった。退院の際、宮内庁病院玄関前で皇太子の胸に顔を、うずめる姿が見られた。 晩年の昭和天皇一家の写真にいて、嫁、道子妃が腰を悪くしていた姑、高淳皇后の体を支えている写真が、複数公表されている。秩父の宮妃節子とは共にマラソンを観戦した姿も、目撃、報道された。また、次男の文人親新と長女の清子内新王は、高松の宮妃菊子と関係が深く、孫のように可愛がられていたと言われる。 ローブデコルテの清掃2002年1月、米国ジョージ w ・ W ブッシュ大統領夫妻と、会談2009年7月10日、カナダ訪問時1989年1月7日、岐阜の昭和天皇が崩御し、夫の秋人新王即位に伴い、皇太后退号となった目の皇順皇后巡航号を引き継ぎ、立皇する。即位、立候後の記者会見においては、 皇太子となり東宮仮御所にて独立する長男の、なる人信王について、時たまでよろしいから、ビオラを聞かせにいらしてくださると、嬉しいと思いますとのコメントを発している。1993年10月20日、満59歳の誕生日に、赤坂御所にて倒れる。同年の、宝島301993年8月号には、皇室の危機。 菊のカーテンの内側からの証言として、宮内庁職員、大内忠氏を称する人物による記事が掲載されていた。島田雅彦のまとめによれば、その中で大内を名乗る人物は、天皇夫妻を昭和天皇や皇順皇后に比して、カビで西洋風な生活を送り、神道よりもキリスト教に神話性が高く、国民の望む皇室の主として、 ふさわしくないという批判をし、それを皮切りに、週刊文春などにも、平成の皇后に対するバッシング記事が掲載された。宮中の最高権力者の一人となった皇后への、主球派の最後の反撃と国民のクたる反感が背景とされる。このため皇后は、精神的な苦痛から失声症となった。これに対し、宝島社を呼び、 文芸春秋の関係者宅に何者かが銃弾を打ち込む騒動が起き、このショックと皇后が宮中祭祀を熱心に言ったことで、事態は沈静化したが、前代とは違う、形のキックタブーが明らかになったとされる。翌年に回復し、どの批判も自分を顧り見る様子がとしていますが、事実でない報道がまかり通る社会になってほしく、ありませんとのコメントを発表している。 1994年10月20日、官暦を迎える。1995年1月31日、天皇と共に、夫妻で、兵庫県南部地震による阪神、淡路大震災発生後の兵庫県神戸市を見舞い、同志長田区の菅原市場にその飛行機から、自ら切って持参した黄色と白の水仙を備えた。この水仙は関係者によって、 永久保存処置が取られ、同市布引きハーブ園内で展示されている。被災地の避難所を訪問し、被災者一人数とに声をかけ、時には手を握り、時には抱きしめて被災者の牢をねぎらう様子が大きな反響を呼ぶ。また、一人の病身の被災者のために自ら布団を敷いた。1998年、インドニューデリーで開催された。 国際児童図書評議会に際して、ビデオによる講演を行い、日本神話に触れ、日本穂高の日、音立花姫のあずまにおける、受水の物語などを弾いて、成婚以来の共中を語った。2002年、イビーの本部があるスイスバーゼルで開催された、イビー50周年記念大会に、イビー名誉総裁として出席し祝辞を述べた。これが、唯一の単独での海外公務となっている。 2002年10月20日、皇后の満68歳の誕生日に際し、宮内記者会の質問に対する文書をご回答で、次のように北朝鮮による日本人拉致問題についてコメントした。小泉総理の北朝鮮訪問により、一連の拉致事件に関し、初めて真相の一部が報道され、驚きと悲しみとともに無念さを覚えます。なぜ、私たち皆が、 自分たち共同社会の出来事として、この人々の不在をもっと強く意識し続けることが、できなかったかとの思いを消すことができません。今回の帰国者と家族との再会の喜びを思うにつけ、今回帰ることのできなかった人々の家族の気持ちは、察するにあまりあり、その人潮の寂しさを思います。2005年10月20日、 清子内心王効果前の記者会見では子供たちに対する思いを語り、なる人心王が優しくよく励ましの言葉をかけてくれたこと、文み人心脳が最新な心配りを忘れない、一方で自分が真実を見失わないようにも注意していたということ、清子内心王誕生の折には曇りなき晴天に朝から吉祥を感じたこと、清子内心王のおおらかでのどかな性格などを、 回想しつつ語った。婚礼の朝には、民間へ降下するマナ娘を気遣い、抱きしめて励ましたという。2007年、体調を崩し、腸壁から出血。ストレス性のものと診断された。通常の公務と、並行して療養した結果、病状は回復したと発表された。同年5月21日からは、天皇と共に、欧州訪問の途についている。 8月8日には、須崎御用邸での西養を中止し、天皇と共に、新潟県中越沖地震の被災地を訪問。2009年7月15日、米国ハワイホノルルの第二次世界大戦太平洋、戦線戦没者慰霊碑に礼をして。しかしながら、2008年で、皇后も74歳の高齢となり、健康上の理由から、公務軽減が検討された。 2011年3月30日、天皇と共に、夫妻で、同年3月11日発生の東北地方、太平洋沖地震による東日本大震災の、被災者、約290人が避難している、東京武道館を訪問し、膝をつきながら、一人一人を親しく激励した。2015年7月29日、皇后は6月末頃から、胸の痛みを訴え、 その頻度が週に数回程度から徐々に増えてきたため、同月24日に24時間の心電図検査を受けた。その結果、心臓の筋肉に血流が不足する、心筋拒血を疑う所見が見られたという。宮内庁は29日、心筋拒血の疑いがあるため、同年八月九日に、東京大学病院で精密検査を受診すると発表した。同病院で、 冠無理動脈の状態を CT 検査で確認し治療を受け、以後体調は安定している。2016年8月8日に国民に向けたビデオメッセージとして全国放送された象徴としてのお務めについての天皇陛下のお言葉の録画収録の際にはその場にも同伴した。2017年6月9日に 天皇の大位等に関する皇室天盘特例法が成立202年ぶりとなる天皇上位が実現することとなった。これにより夫、秋人が2019年4月30日で退位し、翌5月1日に、長男の皇太子、成人親皇が第126代天皇に即位することに伴い、皇太子成人親皇姫沙子が立補した。道子の称号は、 上皇后となった。全皇后の称号については、夫カドの精神に関わらず、歴史的に用いられてきた、皇太后、あるいはその略称である、太后の称号を用いるべきであるとする反対意見もあったが、退位した上皇が健在にも関わらず、法御により夫と死別した未亡人というイメージが、強い皇太后の称号を使用することは避けるべき、という見解が出たため、 新称号を創設する運びとなった。上校号となって1ヶ月が経過した後、2019年6月8日に、宮内庁病院で心臓の検査を受けた。この検査は白内障の手術を受けるために行われた、血液検査において、心不全の診断指標である、BNP 値が上昇していたことから実施された。専門医による診断の結果、 中等度の三線弁逆流症、軽度の相棒弁逆流症及び、不正脈の所見が認められた。その後、上皇との同伴で、京都府での、孔明天皇三両及び、明治天皇三両に、親へつの儀を済ませた後の6月16日に、右目の白内障手術を、6月23日に、左目の白内障手術を受けた。2020年1月2日、 夫の上皇、秋人、天皇徳人と皇后政子及び他の皇族らと共に皇居での新年に一般参賀に参加。上皇后となって以降、初めて公の場で姿を見せた。同年3月31日、上皇と共に仮住居となる高輪皇族邸に引っ越した。それ以降、新型コロナウイルスの影響により、ほとんど外出を控えるようになり、 国民の目に触れることも少なくなっていた。2020年9月11日、定期検診のため区内庁病院に赴いた。1987年上皇と共に、アメリカメリーランド州、アンドルーズ空軍基地にて、皇太子妃時代皇后時代夫の上皇脇人との間に、二男一女の三子を出産しもける。一男三女の孫がいる。順序は、 兄弟姉妹館調子を優先。1969年9月、当時の皇太子一家、乳児は清子内親王、左から、成仁親王、皇太子焼仁親王、皇太子妃、美智子、文仁親王。正田定一郎の家族前列右から、定一郎、次女、直子、母、美ゆき、三女、優子、いつ敦あ五しごろ妻、きぬ、四男。 淳志郎、後列右から三男、秀三郎長男、明一郎、義定拓た次男健次郎1935年頃の正太一家。右から、父、秀三郎兄、岩尾道子ち母、と子1958年4月10日の正家一族と、正邸旧正邸跡地の公園眠の木の庭。智子が家族とに、 出生から結婚までの大半を過ごした、正田秀三郎邸は、清水組によって、設計、建設され1933年10月に、竣工した、木造2階建ては洋接中洋館戦後の複合的な増築により屋根などの装飾が、複雑に重なり、天窓などのモダニズム建築の要素も加えられた。近世イギリスのチューダー長形式の英国風の屋根や、 当時流行した木組みを表面に見せるハーフティンバー様式も取り入れたデザインは上流邸宅の典型。邸内は1階客室兼書斎の中央にマントルピースを備え、今にはシャンデリアも下がり、和室も複数存在した。三千子の成婚後は里帰り時の自動車が玄関に直接横付けできるう門、車庫周りを大きく改造した。 2001年6月、前年のヒデサブローに伴う相続税支払いのため、土地建物ともに国に物納され、国有財産となる。昭和史の舞台であり希少な戦前の邸宅が失われることを憂いた、地域住民、旧正田邸を守る、会組織や西村慎吾衆議院議員らによって、保存運動が展開され、ナショナルトラスト方式によって、 保存活用を図りたいと望む動きは全国に広がり、軽井沢町が移築、復元、保存を財務省に申し出るが、皇后様ご自身は保存を望まれない。ご意向が宮内庁長官から伝えられ、築70年目の2003年3月、解体された。跡地には2004年8月26日、品川区立公園であるネムの木の庭が開園した。園名は、道子が、 精神女子学院高等科時代に作った詩、市ネムノキの子守唄にちなんで命名された。春光寺の旧正打亭の門を模した、正門、正打亭にあった庭石などがあり、暖炉の煙突をモチーフにしたガス灯などが配されている。園内には、皇后が、歌会詩で読んだ、山帽子、ネムノキライラックや、三智子のお印ししである白樺などが植えられている。また、 皇太子妃時代に、イギリスから贈られたバラプリンセス・ミチコも、初夏と秋に咲いている。2005年12月、天皇誕生日の一般参画にて天皇と共に、プリンセス・ミチコ1987年、レーガン大統領夫人と、皇太子妃ミチコ1958年、ピアノを演奏する、皇后・ミチコ以下、主に、平成から、 令和への改元に際して放送されたテレビ特番。ありがとうございます。